りましたね。我が信念、このような者たちに砕かれるとは。私の思いを超える強さを持っているというのか。確かに真剣を使えばお前は強いようだな。負け惜しみよ。純粋に俺たちのどちらが強いのか知りたくはないか。俺が強いのか、それともお前が強いのか。だったら真剣抜きで決着をつけようじゃないか。いいだろう。俺たち二人だけで。いざ来い、キリア。そうはさせねえ。ソーマ、お前には用はない。お前らになくても俺にはあるぜ。俺たちが決着をつけなければ終わらないんだ。目を覚ませ。お前たちの剣は、力は、希望を消すためにあるのか。邪魔をするな。お前が先に死にたいか。どう？バカ野郎どもが。くそ、こいつら真剣なしでもこんな力を。俺にはもう止められないのか。心に触れてくれた優しいあなたたちなのに、お願い、傷つけ合わないで。私の願いはそれだけ。でも間に合ってよかった。あなたたちはこの世界の争いを収める鍵。私は風になっていつまでも見守っているわ。最後に何のために。ゼクティゼクティ、お前がいなくなったらどうやってこの大地を浄化すればいいというのだ。また私を置いていってしまうというのか。世界を救う唯一の道を閉ざすと、愚かな者どもめ。それどころか、一度ならず二度までも我が妹の命を奪った。やべえ、みんなここから離れろ。我が愛する妹のいないこの大地、もはや私には不要だ。こんな世界、闇に落ちてしまえばいい。
我が悲しみを知れ、そして生きている者全員で絶望しながら滅びてしまえ。こいつで最後だ。やっとキリアを見つけてきたか。お手柄じゃな、馬匠。だが、もうそこまで闇の氷壁が迫ってきているぞ。ヒョウン、キリアを連れて行け。そんな、俺も残るぞ。バカ野郎、それは俺たちの役目だ。俺たちが氷壁を受け止めている間にリーベリアから脱出するんだ。お主の役目はこの最後の希望を運ぶことじゃ。行くのじゃ、真剣士と共に。拙者の炎ならば少しは時間を稼げる。急げ、ヒョウン。城で脱出準備ができておる。姫様とお頭によろしく伝えてくれ。我らご住所、未来のための礎となろう。みんなすまねえ。行くぜ、キリア。みんな。